辻先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。車のミニが32時間試乗サービスを始めるってことなんですけども、辻先生どう思いますか？なるほどね。始めるっていうかもう始めたんだよね。はい、はい、車の試乗って、どこのメーカーでもどのディーラーでもやっているとは思うんですけど、しかしでも丸1日以上の32時間というのはどこもやっていないんじゃないのかと、なんか去年もやってたらしいんですけど、でも32時間試乗サービスっていうとレンタカー代わりに使われるんじゃないのかとか、購入につながらないんじゃないのかっていうふうに当初ディーラーのミニの方も思っていたらしいのよね。ところが実際は通常の市場に比べて購入率が高くなったっていう話らしいのよ。なるほどねと、こう深くちょっとだけしか試乗できないんではなくて、こう1日とか深くいてると愛情がこもってしまうとかこれをなんていうの、持ちたいと所有欲をこう湧き立てるんかもしれんね。こう玄関とかガレージにミニが置いてあったりして、やっぱええよなみたいななって、もうこれが欲しいっていう、この欲しいっていう欲望がぐわーって上がっていったんじゃないのかなと。その場だけでね、ディーラーのとこ行ってちょこっと乗せてもらうだけではなくて、一旦家に持って帰ってガレージとかに入れた時のこの写真のフォルム、写真というか構図を見た時に、やっぱ俺にはミニが似合うよなとか勝手にこうむくむくと上がっていったんじゃないかな。今なんか7日間の試乗ができるらしくて、それは抽選らしいんですけど、はい、7日間ですよ、32時間じゃなくてもうまさしくもう所有欲をその7日間とか32時間とかで一気にぐわってこう上げるためにやっているんだろうなというふうには思いますね。はい、でそれを聞いた時に結構うまくいくんじゃないかなと思いました。はい、よそはやっていないし、やっぱそういうのは所有欲というかぐわってこう盛り上げると思いますから、それは結構うまくいくんじゃないかなと思います。で、無料のオファーって結構情報商材やってる人とかコンサルやってる人なんかがよく無料でなんかやってるわけですね。例えば情報商材の人だったらなんか無料の PDF あげますよ、無料の動画あげますよとか、コンサルの人やったら無料相談とかやりますよとかいうふうにやっているわけですね。であれなんでやるかっていうと、やっぱそっちの方が反響率もいいし制約率も高いっていうのがもう実際に出ているので、何かしら無料のオファーっていうのを提供しているわけですね。で無料のオファーだから、見込み客の人も、無料だし一遍ちょっと見てみるかとか、無料だし一遍ちょっと相談してみるかみたいな感じで、問い合わせしやすくなるみたいな。でそこで何度も接触頻度が上がってくると、じゃあやっぱこの人にお願いしよっかなっていうふうになってくるわけですね。これはうまくやっていると思います。特に健康食品なんかもよくやっています。1週間分無料とかね、なんか10日間無料とか言って、そういうのをやっていると思うので、僕も実はそれやっています。太陽光の方では無料の小冊子あげますよとか、今僕はダイレクトレスポンス広告の書籍の方では無料の秘密のプレゼントをあげますよと、本買ってくれた方にはオファーありますよと、ヘッドコピーの作り方ですよとか、こう書いてると思うんですけど、小冊子の作り方とかプレスリリースの作り方とかね、そういうのをやっているわけですね。ですので、無料のオファーっていうのをぜひ作りましょう。はい、有料のオファーよりかやっぱり無料のオファーの方がお客さんからは問い合わせがしやすくなりますから、僕は無料をおすすめします。で広告の反響なんかも良くなるので、ホームページからの問い合わせなんかも多くなってきますので、ぜひ無料のものを作りましょうねと。無料のものがないんだと、うちはね、例えば健康食品みたいに10日間分だけとか、車みたいにじゃあちょっと試乗してくださいよとかいうことができないんだという場合どうしたらいいのか。例えば住宅だとかリフォームとかですね、僕も思ってました。太陽光発電なんて無料で貸し出しできないよなんて思っていたわけですね。大丈夫です。情報をあげましょう、そういう場合は。はい、きっとそういう無料で貸し出しできない場合っていうのは、例えば高額商品である場合が多いと思うし、カスタマイズが人によって違うっていうのがあると思います。価格が違ったりとかいろいろ異なるわけですから、高額商品である、パッケージができないとかいろいろ理由があると思うんですね。そういう場合はお客さんから見たら難しい商品になっていますから、お客さんが一番欲しがるものっていうのは情報だと思います。はい、情報です。だから情報を無料であげましょう。安物買いの銭失いにならないためにとか、手抜き業者や悪徳業者の餌食にならないために、正しい情報を身につけましょうねと、正しい知識を身につけてくださいねっていう名目で情報をプレゼントししますよと。で、僕はその小冊子を選びましたけど、小冊子結構いいと思います。はい、小冊子で読んでもらうと。でしかも小冊子だからお客さんも問い合わせがしやすくなると思いますので、ぜひそういう高額商品だとか難しい商品を扱っている場合っていうのは知識を無料であげましょうね、情報を無料で差し上げましょうという形で無料のオファーっていうのを作ることができます。はい、僕もめちゃくちゃ悩んでいました。太陽光発電のその2ステップ販売っていうんですけど、その太陽光発電をいきなり売り込むんじゃなくて、太陽光発電を売り込む前に何か一つお客さんに売りたいなと思っていたわけですね。それは0円でもいいんですけど、0円で売るっていうのは無料のオファーをあげるってことなんですが、何かないかなって悩んで探した結果、僕は小冊子が一番いいんじゃないかなと。もうぶっちゃけお金もかからないですからね、そんなに。だから小冊子をプレゼントして、でその情報が高くなってきた、情報の知識が増えてきたら、自然と僕から買いたくなるような情報を差し上げているわけですから、お客さんが「辻さんからいっぺんちょっと話聞きたいな」とネットのどっかわけわからん安い業者で頼んだらこんなひどい目合うんかとか、訪問販売で買うとこんなにひどい目に遭うんかと思ったら、もうじゃあ辻さんのところでお願いしたいなと、いっぺん話聞きたいんだけどみたいな風にさしていきたかったわけですね。でそれが実際うまくいっていたわけですから、今もうまくいっています。はい、蓄電池なんかは僕はそれで売っていますので、ぜひそういうふうに小冊子っていうのを武器にして無料のオファーを作っていきましょうねと。市場だとか、例えば試飲っていうかね、そういうのができない場合、お試しで何日間使ってくださいねっていうお試しができない場合は、無料の小冊子っていう情報をプレゼントするっていうことで、それ何度も何度も繰り返しで誰にでも使えますから、誰にでもプレゼントすることができるし、しかもほとんど無料ですからね。うん、でお金もかからないから、ぜひね、そういうのをやっていただいたらお客さんも喜びますし、こちらも広告の反応が高くなるとかで、それでお客さんを教育することができますから、教育された出来上がったお客さんというのは、もうあなたから買いたいというふうになっていきますからね。もうこれは一石二鳥どころか3兆4兆とあるぐらい、ものすごく優れたマーケティングの手法になりますから、ぜひ無料のオファー、そのミニに倣って何か無料のオファーっていうのをね、作りましょうねと。で何もなかったら小冊子で情報をプレゼントしましょうねと。そしたらきっとうまくいきますよと言いたいですね。辻先生、今日もありがとうございました。ありがとうございます。